ってもらいました。赤いリング宇都宮店にですね、ジジェヒカルちゃんよ、なんと群馬チームグリフィンの大阪闇選手、大阪かな、小坂、はい、闇暗がりじゃん、光るですね、光る選手がやってまいりましたよ、はい、実は知ってますね、自転車も得意なんですけども、はい、自転車ぶん投げのも得意なんですよね、そうですね、この間担いでなんかあるけど、はい、シクロクロス、ラクロス、シクロクロス、シクロスロス、はい、こうやってやる、何でもやる選手ですからね、はい、オフの少し過ごし方はどうやってやってるんですか、オフのシクロクロスですかね、お酒を飲むんです、ああ、お酒飲むんですか、はい、僕もよく飲まれますけどね、みんなでワイワイ、あー、確かに、はい、あー、でも飲酒運転はダメなんですよね、今ね、あ、もちろん、はい、あー、自転車を押して帰って、はい、いやー、本当に日本のような方ですね、はい、このラクロスの日本代表のシクロクロスですね、というわけで、これからも小坂選手を応援していきましょう、はい、宇都宮ブリッツ、ナスブラー戦はやるぞやるぞやるぞ